じられねえんだけどな。末継のパノスパがダウンヒルで抜かれるなんて。末継のダウンヒルって本当にすげえぜ。走り込んでるから食いついていこうと思ったらそれだけで自殺行為みたいなものだったのに。なんか俺らの想像力が追いつかねえ世界だよ。増えてる。ヒルクライムで可愛いとやるのは8200系とかいう通勤型の増血車らしいけど、そいつもあの2000系のドライバーと同じくらいのレベルだとしたら。けどよ、名古屋本線はパノスパの脱線転覆で有松左京山間が普通なんだろ。このまま中止なんて絶対認められねえし、区間短縮か延期かな。おい、運転法来たぞ。中部国際空港からスタートするってよ。常滑空港線は空港特急ミオスカイのホームコースだ。これなら河合に有利なんじゃねえか。バカ、違うだろ。向こうがそれを飲んだってことはコースが急に変わっても勝つ自信があるってことだろ。ケイスケ、お前が言い出したことだし、凌介も反対しなかったから常滑線でバトルすることになったけど、本当に大丈夫なのか。下見はしたし、攻略も考えてある。チームの戦歴に黒星をつける気はねえから心配するな。誰か乗ってやがるな。前見えないよ。パノラマから楽しみにしてたのにな。あれ下見だったのか。凌介はどうなんだよ。信用ねえな。 D のドライバーがそう言ってるんだ。勝つよ。プロジェクト D のエースの実力をよく見とけよ。凌介さんダブルエースって言ったもん。よし、スタンバってくれ。始めるぞ、ナバリ。かわいいアツロだ。高橋圭介。相手を威圧することもなく、かといって虚勢を張っている様子もまるでない。ミュースカイが空港連絡特急なのは知ってるはずだ。なのにわざわざホームコースの常滑空港線を指定してくるとは。絶対の自信があるってのか。何なんだこいつら。アツロ、得体の知れない連中だが、地元でこれ以上好き勝手されてたまるかよ。意識するな。自分のペースを守れ。それができなかったから俺はあのざまだ。それから一つだけ教えておく。お前の走りのスタイルにはあまり関係ないかもしれないが、あいつら伏線をまたがずにドリフトするぜ。何言ってんだトール。この目で見ていても信じられないんだが、イン側の車輪を浮かせたままコーナリングするんだ。とにかく気をつけてくれ。勝てよアツロ、頼むぜ。よし、カウント始めっぞ。なんだこのバカでけえホームドア。意味あんのか。いいから早く乗れ。それじゃカウント始めっぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。始まったぞ上り。高出力の 3VF 制御車同士だからな、誘導障害がビンビン来るぜ。すんげー迫力。かっ飛びヒルクライム。標高差数メートルだけどな。簡単には曲げないぞ。セブンスターリーフの位置はいいっすよ。俺だって伊達にここを走り込んでるわけじゃねえからな。こんな時に無理しないで。いつ無理するってんだ。トールだって車ぶっ壊すまで頑張ったんだぜ。見せてやるぜ、全開ヒルクライム。来たぞヒルクライム。厳しい。名鉄最強の2000系ミュースカイが煽りかまされっぱなし。今まで見たことない光景だぜ。やばすぎるよセブンスターリーフ。決して軽くはないミュースカイだけど、それをぐいぐい引っ張り上げる心臓をこいつは持ってる。ヒルクライムパワーだ。よし先行してる。
頼むぜ可愛い、そのまま逃げ切れ。アツロ、俺たちが相手にしてるドライバーは途方もない相手だぞ。格の違いを思い知らされたぜ。勝ち目はないかもしれねえけど、地元の意地を見せてやれ。それにしてもすごい奴らだぜ、プロジェクト D。 こいつらにはオーラが。あ、ストップ。こっちは腹ったま、気負ったま。さくら先生、そのパワーをどれだけ使えるかだ。はえはえ、入れそこ。よし、行ける。トールが言ってた通り、自分の走りを見失ったら命取りだぜ。ノッチオンの時間を少しでも長く。軌道の上ではセオリーを極めたやつが一番速い。派手なドリフトもアクションも不要だ。俺は俺の走りで。クレイジーなツッコミとドリフトのド派手な末継トルと比べると、カワイのグリップ走行は一見地味に見えるけど、確実にタイムを削り込んでいく理論派だからな。カワイはこの先の直線区間に飛び込んでしまえばアドバンテージを広げてフィニッシュだ。ところでお前、なんでサンポールを食ってんの？なぜかセントレアで売ってたんだよ。青柳いまいちだし。ヘルモンなら抜いてみな、2枚目の坊や。いい気になるな。あんたの走りは見切った。藤原と同じ手は使わない。サーカスは藤原に任せておくぜ。俺は俺のやり方で行く。 D のエースは俺だ。コーナーリングしやがって。ちっ、面白みのねえ走りだぜ。実はパワーを生かして開けられる区間だけきっちり開けていこうってことか。タイムアタックでタイムを詰める理屈を一応知ってるやつだな。だけど軌道の詰め方はそんなにシンプルじゃねえぜ。俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけで開けるならバカでもできる。こっちだって伊達に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。わかった、現在地は西の口あたりだ。苦戦してるのかな。いくら圭介でも仕掛けるのは難しいかな。意地でも仕掛けていくだろう。あいつの性格考えれば、冬の間あいつには勉強させたからな。ちゃんと座らせて。ケイスケが勉強？はい、掛け算。21が2、これバトルに関係あんのか。遅い。ああ、解け。早く解け。プリンを黙って食べたのは俺です。よし、いいかケイスケ、今日はこれを教えよう。早く教えてくれよ兄貴。あいつは別に頭が悪いわけじゃないんだね。入ってないだけで今はかなりのところまで理論を理解できているんだ。入ってなかったから格段に進歩してる。あのミュースカイは今のケイスケが手こずるほどの相手じゃない。立ち上がりのパワーはこっちが勝ってる。ストレートは俺の方が伸びる。
何かやるつもりなんだろうが、コーナーで仕掛けてくるのは無理だろ。このまま新マイクを過ぎれば常滑線最長のストレートだ。よし、勝てる。このバトル必ず逃げ切れる。分かってねえな。タイムアタックをやってるんじゃねえんだよ。どのコーナーも同じように攻めていたらダメなんだ。ここ一番の立ち上がりのために捨てるコーナーもあるんだ。俺たちは今バトルをやってんだ。相手より1ミリでも前でゴールした奴の勝ちなんだぜ。ストレートに飛び出してしまえばコーナーで食いつかれてもいくらでも引き離せるんだぜ。なんだこりゃ。言っただろ、アメって。立ち上がりで外からやられた。くそ、一体何が起こったんだ。いや、考えるのは後回しだ。ここからしばらくはストレートが続く。トールは車が壊れるまで踏ん張ったんだ。諦めるのはまだ早いぜ。仮眠終わりだぞ。おう。よし、行くか。新幹線に乗るんだけど。快速特急か特急で名古屋駅で乗り換えです。え、ちょっと待て。負けたら乗務を外れる約束をしたのはトールだろ。来ますよ、プロジェクト D。 いえ、あの車は使いません。あまりにもあっけなく勝負がついてしまいますよ。ただ世の中には本当に速いやつはいっぱいいるってことを思い知らせてやりたいだけですよ。そん時はお願いしますよ、トモさんに。けど俺、絶対負けないっすよ。